やっほー、エミネーです。今日は Vlog、 地元の大分でテレビのお仕事をねさせていただくので、今日は Vlog をせっかくだから回してみようと思います。突然ドアップでびっくりしたし、なんかドスッピンでマジでやめてほしいんですけれども、なんかせっかくの大分やけん、今日は大分弁でアフレコをしてみようと思います。それではスタート。はい、ちゅうことで愛しい大分に到着。空港名物エビが流れております。空港に着いたら、このなんていう名前かわからんのやけど、まあこの子と写真撮ってみてください。はい、大分駅に到着。私もともとこの大分駅の中にあるアパレルショップで働きよったんやけど、ずっとねここにいました。あとは高校時代とかはこんなね大きい駅じゃなくて、私たちの学生時代はもっとちょっと古めな駅だったんやけど、まあ、今こんな感じで綺麗になってね、便利になっちょんなっていう感じです。で、駅にな温泉あるんよ。やばくない？三宅が止まりません。我らが大分県民の誇り、指原莉乃さんのご出身地です。で、こんな高い場所の温泉に入れるおすすめの温泉です。やっとホテルに着きました。ここまでさ、全然喋れてなかったよね。さっきのさ、温泉が本当に良すぎて、あの大分駅の直結されてる温泉やから、まあ、大分県民からちょっとだけやなって感じなんやけど、まあ、県外から来た人とかやったら、まあ、観光的な感じでサウナもあるし、それでさ、時間無制限で、ね、2000円ってめちゃめちゃお得で、結構夜遅くまでやってんのよ、ね、マジで暑い、今日やばい。で、大分が暑いんかなと思ったけど、今日は東京も暑いっぽい。なんかもう気温がえぐい、30度近くあるんだけど、やばいよね。今日はさっきも温泉行って、もう大分一番さ着いてさ、最初に思い浮かんだのが温泉に行きたいっていうのを思いついた。温泉行ってきたんやけど、今日の夜も私の親友ちやんと温泉に行ってきます。ということで、今日2回目の温泉。今日の私の目的はテレビのお仕事なので、生放送です。今日はこの後ね、生放送は夜の7時からやけん、早速テレビ局に行ってきます。今日のさ、まつげバチバチ上がっちゃんくね。見て、まつげパーマをゴリゴリに上げてきたんです。イエーイ。あー、ちなみに今回一人で帰ってきた。一人でお仕事しに帰ってきました。ちょっと心細い気もするけど、テレビ局の方々がすごくいい方で、あったかいので、会えるのを楽しみにワクワクしてます。到着しました。ね、今日さ、私さ、なんかめっちゃテカテカ、なんかさ、前髪をさ、オイルみたいな、なんかあるんよ、あれを溶かしてあれで溶かしたら、なんかめちゃめちゃさ、テカテカになってしまった。やばいんだけど、大丈夫そうですか？瞬間さんチャンネル準レギュラーということで準レギュラーにしていただきました。ありがとうございます。嬉しい。やばい、地元のテレビめっちゃ嬉しい。私は地元ラブなので。なんかさ、せっかく YouTube やってるからさ、こういうテレビのお仕事とかさせていただくときに、一緒になんかこう Vlog みたいなの撮りながらやっていきたいなって思ってて、めっちゃ嬉しい。だからちょっとインスタとかでも紹介するね、いっぱい。なんかさっきさ、郵便局用事があってさ、普通に大分駅のさ郵便局でやりよったんやけど、めっちゃ優しい優しいもうなんかね、いちいち優しい。じゃーん、小田さんです。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、明日はね、小田さんともロケに行ってきます。はい、そうです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本番あと10分前くらいなので切ります。バイバーイ。バイバーイやっぱ前髪ベッタベタということで、無事生放送が終わったので、明日はなんとね、ほぼ6時集合。やばい、親友ちゃんとね温泉に行きます。嬉しい。今日2回目の温泉、やばくない？でも大分帰ってきたらこんなもん、もうとにかく温泉に入りたい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 願望がやばすぎて、いた、お疲れ様、久しぶり久しぶり久しぶりの再会でもないね、1ヶ月前くらい。お疲れ、美奈子も。なんか綺麗めだね、格好。そう、どこ行こう。え、車で来たの？うん、車で来た。いい？車で。うん、もちろん。この辺じゃなくていい？うん。今日さ、あのさ、シティスパ天狗一人でさ、うん、空港からバス降りた瞬間、うん、キャリー持って、うん、ここの上に行ってきた。あ、そうなんや。めっちゃ気持ちよかった。気持ちよかった。いいよな、うん。しかも何も持たんでいいし。そうなんよ。いい場所や。
回ホテル戻っちゃったそう戻っちゃったでもなんかなパンツとか何も持ってらんかったけん、うんうんうん、取り替えちゃったお帰りお帰りただいまですさっきさ、なんか先月、うん、もうなんかエリコがテレビに出ちゃうって言って、うん、なんか誰にもなんか特に言ってなかったんやけど、うんうん、お母さんから、うん、エリコちゃんがテレビに出てるってえ前の職場のスタッフから、うんなんかエミネーがテレビに出ちゃうんや、意外と見じゃんのやだってさ、大分さ、3チャンネルしか映らんうちのさ、ね、1チャンネルやけんなゴールデンタイム確かに確かにありがてえでございますわ、ね、本当にお前、ズルズルに来たよヒカルさんみーっけヒカルさんみーって顔がいいねかっこいいですねじゃーん、やばい、超美味しそうはいはいじゃじゃーん私さ、ジョイフルのさ、チーズハンバーグ大好き美味しいよねおいしい念願味これよご飯で箱込むうん東京にもできてほしいあるんやと思うけどないんサイゼリア行ったことないけどおいしいうん最高すぎるここの温室がいいんですよめっちゃおすすめです露天風呂がね綺麗なの家族風呂もあるよ風呂上がりの大分県民のさ、うん、なんかお風呂上がりってもうこのカップのさリアルゴールの鉄板じゃない絶対それか私はあのピーチのやつですうんうんうんわかる宮古そのイメージそうでお風呂上がりのその炭酸って何こんな美味しいやろなあマッサージ気持ちよさそう温泉入ったらさ、肌がツヤツヤすごいんだけどすごいショットやなめっちゃ可愛くない？可愛い！え？可愛い！めっちゃ可愛いやっぱシッはこの顔やばい幸せがかっこいいもう温泉がさ、気持ちよすぎてさもうさ、いつ、どこでも友達とも温泉に入れるようなさこの環境がマジで羨ましいあー、マジで羨ましいさ空気も超綺麗なのめちゃめちゃ綺麗よいいなーです皆さんまた明日おはようございます2日目の早朝朝これは6時過ぎとかじゃないかな朝6時過ぎでこのビジュアル作り込めたのは結構いいんじゃないでしょうかいい方じゃないこの日は4件ロケに行く予定で午後から雨が降る件絶対にこのビジュアルをもうドロドロになるの確定確定行ってきます今日も一日頑張るぞーおう着きましたやばいこの後雨が降るらしい悲しい昨日めっちゃ晴れてたのに車内デート中です3人ですそうですどうもエミネートでずっとできて光栄でございますOBS の小田ですもう大分でね知らない方いないくらい大有名人な小田アナウンサーとドライブする日が来るなんて私は思ってなかったですもうよく言うわ、そしてね後ろにたまにちらっとちょっとあれが大分でもう知らない人はいない音声マンのチェアマンという小田がチェアマン非常に光栄ですまさか我々が YouTube でね映る日が来るなんてとんでもない小田さんもね、はい、どうしようなんて変態誰が変態不審者ごめんなさい変態不審者とは言ってない変態紳士って言った変態紳士よびっくりした変態不審者変態不審者って言われたのめちゃめちゃクリーンな方なのでクリーンって言うなクリーンではないかいやクリーン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 です大分嵐に来たよでもエミネオダーニーコンビちょっと荒れそうじゃないですかあ正直あのねもうこっちの方が喋りやすそうだもん、うん、本当に今日はねもうまだめちゃめちゃ早朝なんですけど、はい、今からね一日ロケに行ってきまーすそうです現場はなんとですねあの青いシートの中に泥があるからねはいここは暑いんですか暑くない、もう温度を調整してますあそうなんだ、はいはい、すごいよあの蒸気の横ずっと一本線で全部ありますから、ね、あすごい泥がありますなんだこれ湧き出てきてるんですかはいはいそうですすごい世の中でもすごいの硫黄の香りがねとにかくずっとしてて、ここの中は痛みの止める泥で、はい、この中でよく泥を落として、うんうん、このシャワー浴びるありがとうございます、うん、皆さん優しいのめっちゃ優しいのすごいんだけど自
線からね湧き出てるらしい。入れあれやりましょう。お待たせしすぎたのかもしれません。シリーズやりましょう。すごくない？ロケーションもね最高なの。すごいトンボとか飛んでたよさっき。緑の中なのここは。すごい、なんかね別府のちょっと上の方にあるんだけど、このお湯はね一発で肌が綺麗になる温室だと思います。いいなぁ、やっぱ大分に住みたい私は。大好きなんだ。ヌーみたいな。完全おっさんです。すごい見てー、泥湯だよみんな。やばくない？これをね体に塗るので、洗い流したら超綺麗になるんですよ。で顔とかにもね塗れるからね、混浴できるから彼とね来てもいいと思います。はい、ということでお肌ピカピカになったので次の店に行ってきます。バイバイ。いやーレトロですっごい良くない？でお店の方のご好意でコーヒー牛乳をいただきました。ありがとうございます。いただきます。おお。カメラマンさんたちが他のカットを撮ってる間、私たちはしばし待機です。いやー本当に気持ちよかった。私硫黄泉が大好きで、ただこのレベルの濃い硫黄泉に入ると、まあ、1週間くらいは硫黄の香りが取れません。あ、白い衣装なのに一軒目でやらかしてんだが、いやみんなもねぜひ来てみてください。まあ混浴の場所があるので要注意です。何しよんの？何しよったん私、気になるな。すっごい大自然に囲まれちょんけん癒し効果は抜群。大分にいた時はあんまり気づかんかったんやけど、やっぱ都会で疲れた心を癒すには大分の大自然の中の温泉が一番やなって思う。お店の方も優しくて、なんと泥石鹸いただきました。使わせていただきます、ありがとうございます。はい、この後にさらに3軒行ってもうドロドロの状態で東京に戻ろうとしているエミネです。ってことで、まあ、これからね瞬間さんチャンネルさんでもたくさん出させていただくかなと思うので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで SNS のフォローもよろしくお願いします。また大分に帰った時は Vlog 撮るね。大分ラブだよ。バイバーイ。ありがとう見てくれて。